対人恐怖症者は自己中心的。リシェイプの皆さん、おはようございます。本日皆紹介したいのは対人恐怖症の心理学。では早速参りましょう。みんなのご存知でしょうか。僕は昔ながらものすごく対人恐怖症で、また内向的な人だったんです。そしてその対人恐怖症も自分がドイツから戻って、それが自分の自殺未遂に至るまで至ったわけです。それに助かったのは僕のコーチです。では彼からの一番の紹介したいのは、その対人恐怖症と、普通の人の心理学の差です。もしあなたは対人恐怖症を持っている方だったら、当初は、例えば結構可愛い女の子は向こうにいる、その子とアプローチしたい。ではどうやってアプローチするかというと、その当初の自分を覚えてください。あなたの考え方、あなたは自分にどんな物語を語るかというと、その物語は間違いなく、あ、この子はこっちに見た、もしかして、ここのなんちゃんニキビがある、ちょっとね、怖い、今こっちに向いてる、すごい。で、それは、すべては、僕、つまり結構自己中心的だと思わないんでしょうか。僕、つまり結構自己中心的だと思わないんでしょうか。ですが、そのあなたのフォーカスは自分だけに、そのフォーカスは一回スイッチしてみましょう。僕からじゃなくて、Prepare to fight. 彼女、この違いを気づきなんでしょうか。あなたは自分からの恐怖をその人にどうやってサービスする、どうやってその人の一日をもっと良くにするかというと、そこにフォーカスする。で、それをフォーカスした上で、上の動画を見てください。その上の動画では、対人恐怖症を倒すというの動画なんですけれども、それをご覧になってください。では、その動画を見た上で、こちらの動画に戻りましょう。あなたは自分のフォーカスは、その人に向けると、つまりその人のフォーカス、つまりサービスに向けると、何かあるかというと、あんたはもう他の考えた、どうして僕はそんな悪いものではなくて、じゃなくて、どうやって僕はその子のお世話になる、もっといい一日になる、どうやってその子の人生をもっと良くにするかって、その質問を自分に聞き始まる。その質問を聞き始まるから、自分の姿勢全てが、何もかもが変わる。それが変わるからこそ、自分もだんだん自信満々になる。では一つの裏技を語りましょう。僕ながら昔は何がやったかというと、もしめちゃくちゃ可愛い子がいたんですけれども、めちゃくちゃアプローチしたいんですが、でもあまり自信はない。で、どうやってアプローチするかというと、隣の友達をアプローチしてみてみない。そうやったら、あなたは直接ではなく間接的なアプローチする。その間接的なアプローチする上で、だんだんそのコート盛り上がって、他の人が来て、で、その自分がアプローチしたいの子、みんな気づける、あなたは内向ではなくて外向的な人だよ、陰キャじゃなくて陽キャだなって、それをね、面にかぶっても、これは本当に自分の心からね、その人にサービスしたいというのはポイントです。ではリシェイプの皆さん、どこは僕はそのテクニックを教えてもらったかというと、のはもちろん前に聞いたのは自分のコーチです。で、そのコーチのもらったの知識を踏まえて、僕は今はいろんな人に助けてあげます。最近はちょっと時間を空いて、もしよかったら相談がいない人は自分と相談はいかがでしょうか。下の概要欄で自分のウェブサイトのリンクを貼ってあるので、
そこでスケジュールはできます。または僕の直接に PM するのも結構です。リシェイプの皆さん、僕はこの動画を毎日投稿しますので、だから次の動画なんですけれども、何か起こるかというと、僕は口読と対人恐怖症の違いを語りますので、これ興味のあるの方は登録ボタンや通信ボタンもお願いいたします。もしこの動画は気に入ったら友達とシェアしてください。ですから自分が思うのはシェアはケアだから、友達とシェアしてください。そして高評価もお願いいたします。僕はこのチャンネルで大体は対人恐怖症など心理学などは自己啓発などについて語りますので、またはビジネスにも語りますので、特に Facebook マーケティングなら、もしあなたその興味だったらこちらの動画を見るのはいかがでしょうか。では次の動画に会いましょう。